元の画像高圧縮率の JPEG 圧縮により、エッジの明瞭さが失われ、トーンがぼやけている圧縮アーティファクトとは、非可逆圧縮の適用によって引き起こされる、メディアの顕著な歪みである。単に、アーティファクトともいい、日本語では、アーチファクトとも表記、発音される。非可逆圧縮では、必要なディスクスペースに格納するか、帯域幅の制限内で送信するのに、十分なように、 メディアのデータの一部が破棄される。圧縮機構にて圧縮されたデータから元のデータを再現するのに十分なデータを生成できなかった場合、再生時に品質の低下もしくは圧縮アーティファクトが現れることになる。あるいは圧縮アルゴリズムは主観的に重要でない歪みと視聴者にとって不快な歪みとを区別するのに十分にインテリジェントではないかもしれない。 圧縮アーティファクトは DVD、JPEG、MP3、MPEG などの一般的なコンピュータファイルフォーマット、ミニディスクフォーマットなどのコンパクトディスクの代替品など多くの一般的なメディアで発生する。非圧縮メディアや可逆圧縮メディアは圧縮アーティファクトの影響を受けない。近く可能な圧縮アーティファクトの最小化は非可逆圧縮アルゴリズムを実装する際の 重要な目標である。しかし、圧縮アーティファクトは時には、グリッジアートやデータ模式として知られるスタイルで、芸術的目的のために意図的に制作される。技術的に言えば、圧縮アーティファクトは、通常、非可逆圧縮における、量子化の結果である、特定のクラスのデータ誤りである。変換不合化が使用される場合、それらは、通常、 符号化格の変換空間の規定関数の一つの形式をとる。テキストと空白が混在した、わずかにノイズの多い画像に対する JPEG 圧縮の効果の説明。テキストは Wikipedia の会話ページからのスクリーンキャプチャでノイズが追加されている。アニメーションの1フレームが JPEG として保存され、リロードされた。その後、両方のフレームをファクタ4でズームした。 JPEG 圧縮画像などの量子化のためのブロックベースの符号化を実行する場合、いくつかのタイプのアーティファクトが現れる可能性がある。パターンマッチングを使用して類似のシンボルを重複排除する他の非可逆圧縮アルゴリズムでは印刷されたテキストのエラーを検出するのが困難である。例えば数字の6と8が置き換えられることがある。これは特定の複写機で、 ジャビック2を使用すると発生することが確認されている。JPEG 画像のブロックノイズ。平坦なブロックは荒い量子化によって生じる。変換ブロック境界での不連続性が知覚可能なレベルになっている。低ビットレートではブロックベースの非可逆圧縮の不合化方式においてピクセルブロック及びブロック境界に目に見えるアーティファクトが発生する。これらの境界は 変換ブロック境界、予測ブロック境界、またはその両方に発生し、マクロブロックの境界と一致することもある。マクロブロックという用語は、アーティファクトの原因に関わらず、一般的に使用される。他の名前には、タイル化、モザイク化、ピクセル化、キルト化、チェッカーボード化などがある。ブロックアーティファクトは、ブロック変換不合化の原理の結果である。変換は、 画素ブロックに適用され、非可逆圧縮を達成するために、各ブロックの変換係数が量子化される。ビットレートが低いほど、係数はより荒く表され、より多くの係数はゼロに量子化される。統計的には、画像は高周波成分よりも低周波成分を含んでいるため、量子化後に残る低周波成分であり、ぼやけた低解像度のブロックになる。 最も極端な場合には、ブロックの平均色を表す係数である DC、係数のみが保持され、変換ブロックは最高性後に単色になる。この量子化プロセスは各ブロックに個別に適用される。ため、隣接するブロックは係数を別々に量子化する。これにより、ブロック境界で不連続性が発生する。これらは、この効果をマスクするディテールがほとんどない平坦な領域で、 最もよく見える。画像圧縮効果を低減するために、様々なアプローチが提案されている。これらの方法の多くは、標準化された圧縮、回答技術を使用し、圧縮の利点を維持するために、ご処理、すなわち受信、または閲覧した時に画像を処理する。すべての場合において、画像品質を改善するための後処理技術は示されていない。 結果的に広く普及しているものはないが、一部は実装されており、独自のシステムで使用されている。例えば、多くの写真編集プログラムには、独自の JPEG アーティファクト低減アルゴリズムが組み込まれている。コンシューマー機器では、このご処理は、MPEG ノイズリダクションと呼ばれることがある。Example of Image with Artifacts DU2 A Transmission Error MPEG-1 mpeg-2, mpeg-4 MP のように動き予測を使用すると圧縮アーティファクトが数世代の圧縮解除されたフレームに残り画像の視覚的な流れに伴って移動しペイント効果と芯内のオブジェクトと一緒に動く汚れの間の一部分として特有の効果をもたらす傾向がある圧縮されたビットストリームのデータエラーはおそらく伝送エラーのために 大きな量子化エラーに似たエラーを引き起こすか、またはデータストリームの解析を短時間中断させ、ピクチャの分割につながる。ビットストリームに大きなエラーが発生した場合、デコーダは次の独立した圧縮されたフレームを受信するまで、ゴーストイメージ効果を生成しながら短い間隔で破損した画像に更新を適用し続ける。MPEG 画像不合化では、これらは、 アイフレームとして知られる。次のアイフレームが到着するまで、デコーダはデータを保管するエラーコンシールメントを行うことができる。ブロック境界のフレン属性は動き保証予測ブロックのエッジで発生する可能性がある。動き保証された映像圧縮では、現在のピクチャは以前に複合されたフレームからのピクセルのブロックをシフトすることによって予測される。 二つの隣接するブロックが異なる動きベクトルを使用する場合、ブロック間のエッジに不連続性が存在する。映像の圧縮アーティファクトは、静止画像の圧縮の累積結果を含む。例えば連続する静止画像における、リンギングなどの輪郭の複雑さは、輪郭周辺の点滅する、ぼやけとして連続して現れる。これは、物体の周りに蚊が集まっている様子に似ているので、 モスキートノイズと呼ばれる。ブロックノイズはデブロッキングフィルターを適用することによって低減できる。静止画像不合化の場合と同様にデブロッキングフィルターを後処理としてデコーダー出力に適用することが可能である。閉じた予測ループを有する動き予測映像不合化ではエンコーダーはデコーダー出力を将来のフレームが予測される予測基準として使用する。 その目的のためにエンコーダは概念的にデコーダを統合する。このデコーダがデブロッキングを実行する場合、デブロックされたピクチャは動き保証のための参照ピクチャとして使用され、フレームにわたるブロックアーチファクトの電波を防止することによって不合化効率を向上させる。これはループ内デブロッキングフィルタと呼ばれる。ループ内 デブロッキングフィルタを規定する規格には VC-1H263NXJH264ABCH265Hebec がある。非可逆音声圧縮は通常人間の聴覚の認識のモデルである音響心理学モデルで動作する。非可逆音声圧縮フォーマットは典型的には修正離散コサイン変換のような時間。 周波数領域変換の使用を含む音響心理学モデルでは同時マスキングや教授マスキングなどのマスキング効果が利用されるため人間が知覚できない音は録音されない例えば人間は一般に同じような周波数の音が同時になっている場合小さい方の音を知覚することができない非可逆圧縮技術はこの小さな音を識別しそれを除去しようとする また、量子化ノイズは、より顕著な音によってマスクされるところで隠されることがある。音響心理学モデルが不正確である場合、変換ブロックサイズが制限される場合、または、積極的な圧縮が使用される場合、圧縮アーティファクトが生じることがある。圧縮された音声の圧縮アーティファクトは、通常、リンギング、プリエコー、バーディアーティファクト、ドロップアウト、ガタガタした音、 メタルリンギング、水中管ヒスシング、または粒状管として現れる。音声の圧縮アーティファクトを観察する良い方法は、比較的高圧縮の音声ファイルで拍手を聞くことである。一般に楽器音は繰り返し波形を持ち、音量の変化は予測可能だが、拍手音は本質的にランダムであり、圧縮は困難である。高圧縮された拍手のトラックは、 メタルリンギングなどの圧縮アーティファクトが非常によく現れる。メディアを再生するビデオグリッチアート、圧縮アーティファクトは芸術的目的のために意図的に制作されることがある。これはグリッチアートと呼ばれる。静止画像ではドイツの写真家トーマスルフによる j p e g スの例がある。これは意図的な JPEG アーティファクトを画像のスタイルの基礎として使用している。 ビデオアートでは、二つの映像がインターリーブされ、中間フレームが二つの別々のソースから保管されるデータ模試という手法がある。他の手法として、ある非可逆映像フォーマットから別の非可逆映像フォーマットへ変換をかけるだけというものがあり、それぞれのビデオコーデックが動きや色情報をどのように処理するかの違いを利用する。ありがとうございます。